生によると、中国車の墓と呼ばれた韓国市場が変わっている。5年ぶりに中国車の販売が倍以上に増え、国内で初めて登場した中国産 SUV も前線しているという。韓国自動車がサード障壁に苦戦する中、中国車が逆襲を開始した。トラック、キャンピングカー、バンなど様々な中国車を見に平日の午後でも客足が絶えない。チュンナム諸南市民。中国の自動車にどうしても偏見が少しあって、良いのかどうか一度見に来てみた。価格面でとても気に入って価格性能比は高いようで購入の意思を持っています。最近目を引くのは中国産 SUV。先月国内で初めてリリースされたこの車は2000万ウォン、約200万円前後で同様の国産車よりも 20% 安い、100台輸入したが半月で70台以上の販売となった。実際国内に輸入される中国の自動車は、毎年急増している。2012年1000台に過ぎなかった中国産の新車は5年ぶりに2倍以上の販売になった。特にトラックの成長が急だ。新規参入を準備する企業も相次いでいる。中国4大自動車会社であるトゥンヨンは小型トラックをリリースするために排出ガス認定試験を受けている。電気自動車メーカー BYD は最近韓国法人設立を完了した。一方先月キア自動車の中国販売は前年同月より 39% 減少するなど、韓国車は苦戦中である状況だ。中国の自動車が台頭するが、サード障壁にぶつかった国内の自動車業界を緊張させている。ヒュンダイキア社は反省をたくさんしなければなりません。トラックはちょっとたくさん輸入しなさい。ヒュンダイキア社は急発進を謝罪して遺族に補償しろ。今中国とヒュンダイキア社の技術力は同じではないか。ひとまずヒュンダイキア社は非難され始めるね。ヒュンダイキア社がいくら犬クソと同じでもチャンゲより良い 3,4 社程度の品質になっても低価格で売ればちょっとは悩むことになると思うが、それでもチャンゲやチョッパリ、チェスーシル、パククネは嫌いだ。ヒュンダイキア社はそろそろ精神を取り戻す時になったのだと思わないのか？笑い。精神を整えず滅びたら？ところで気になるのがなぜ韓国人は皆韓国企業を罵るのか？サムスンやらロッテはわかるが、ヒュンダイはまた何の間違いを犯したのか説明ちょっと。内需差別、エアバッグ角度、アドリブなど。国内消費者はカモ扱い、アフターサービスリコール部品差別。日本でも中国でも韓国でもデザインが良くて価格も合理的であれば購入する。売国度。それでもちょっかり車は購入しないようにしましょう。私たちの民族が激しく苦痛と試練、そして独とは自分たちの血だと言い張る。私たちも最小限のプライドは守りましょう。プライド好きだね。中国車が価格性能比が高く、ある程度の技術的な裏付けがされていれば買わない理由もない。ヒュンダイキア社が滅びることだ。誰がもうヒュンダイキア社を買うのか。車体も腐食する腐った車。確かに腐食にとても脆弱だ。特にポーター。私の車カレンスは錆びたところに穴がパンパン。ヒュンダイキア社は腐食が激しかった。経験者である。輸出用は腐食するかどうか知らないが、国内で販売するものだけはゴミ。1年経過すると腐食開始。編集所感。中国自動車メーカーの SUV やトラックなどが韓国で大々的にデビューしたが、意外なことに人気を得ているようだ。日本への韓国車進出を見ると、同じような結果になってもおかしくないが、残念ながら日本と違って韓国は国産車の人気が高くない。内需要は品質が悪いという話が溢れているが、その一つはコメントにあるように車体下部の腐食がある。これは非常に有名な話だ。これは買い替えを促進させるために仕掛けているのだろうか。こうしたヒュンダイキアの国民を舐め腐った態度が続けば、中国車は自然とその台数を増やしていくだろう。価格もオプションなどを含めればますます差がつくはずだからだ。今のところ韓国人は自動車を買おうと思えば頭を悩ませることになる。ヒュンダイキア車はゴミだがかといって日本車は買えないし、ドイツ車は高い。アメ車にするのか思い切って中国車にするのかというところなのだ。そうこうしながら中国車は少しずつ韓国の地に浸透していくだろう。韓国車が中国から追い出されつつあるのに皮肉なことだ。中韓 FTA で自動車関税がどのようになっているかよくわからないが、
中国車に関税がかかっていて、それが徐々に解除されていくならさらに競争力を増していくことだろう。人件費の問題でありえないとは思うけど、いずれ中国の自動車会社が韓国に工場を建てて雇用促進すれば面白いのに。それでこの際みんなで中国車に乗っちゃえば。チャンネルの登録をお願いいたします。パソコンの方は画面中央のボタンをクリック。スマートフォンの方は画面外のリンクから登録が可能です。